龍造寺高房は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての大名。秘前国佐賀藩主。官位は、十五位下、鶴が守る。天正十四年、龍造寺聖家の四、男として誕生。父、聖家が病弱だったため、天正十五年にわずか五歳で家督を相続した。しかし、佐賀藩の実権は、豊臣秀吉の承認のもと、 重心の鍋島直茂とその子勝茂に握られた。そのため、当時の佐賀藩は名を、竜造寺氏が持ち、身を、鍋島氏が握るという暫定的な二重統治体制となっていた。竜造寺政家に、橋場の生徒と与富の本性の両方が与えられたのに、対し、鍋島直茂、勝茂には、豊与の本性のみが与えられた。後に、高房にも、橋場聖が与えられた。 聖火はじめ、竜造寺はじめもんは、肥前の支配権を竜造寺氏に戻すべく、高房の成人後に反省を高房に戻す、胸の受け踏みを直しげに書かせるとともに、高房を直しげの養子にする等の手を打ったが、逆に、朝鮮出兵や関ヶ原の戦い等を通じて、鍋島氏の肥前支配は、より強固なものとなり、これらの措置の意味は、実質的に失われていった。高草は、 直重の孫娘をめとって、初代部として、江戸幕府に従う身となり、徳川家康の人質になっていたが、慶長12年、鍋島氏に実権を握られて憤慨して失望し、室を殺害して自らも腹を切り死にのうとしたが、果たせず、その時の傷を養生するために、被前への帰還を許されたが、故郷で、再び自害に及び死去した。去年22、高の死後わずか1ヶ月後には、 被前に隠居していた父、聖家も休止。幕府は、佐賀藩竜蔵寺家の家督について国元から竜蔵寺、はじめもを呼んで正したが、一門は勝重こそ、佐賀藩を継ぐにふさわしいと答え、結局、勝重が竜蔵寺家の家督を引き継ぐ形で、佐賀藩35万7千国を手にすることとなった。鍋島市佐賀藩では、高草の弟、安らが、 竜造寺宗家として扱われたが、村田と改正子,子孫は幕末まで、鍋島氏に仕えた。なお、高房の維持に白庵がおり、竜造寺記名と名乗り、竜造寺氏の当主として、非前佐賀藩を鍋島氏の手から取り返すべく、再三幕府に訴え出たが、結局は認められなかった。ありがとうございます。